よ、やってるな。ああ、春日さん、この前はどうもありがとうございました。カトリーヌちゃんのショー大盛り上がりでしたよ。そうか、そいつはよかったな。今日は何をやるんだ。クマじゃないんだろ。ええ、今日はこの子、トラのシャルロットちゃんです。ほう、なかなか立派なトラだな。でしょ、毛並みもいいんですよ。春日さんも今日は触れ合っていってください。手を出すとお手をしてくれますよ。ほんと可愛いんです。もちろん特別な訓練を受けておりますので、人に危害を加えることなんてありません。この子が小さかった頃からこの私が直々にトレーニングをしてきましたからね。それがなんか不安なんだよな。ん？おお、どうしたの。お腹が空いてるのかな。そうかそうか、ちょうどご飯を持っててから少し分けてあげるよ。はい、お食べ。へえ、手慣れたもんだな。でしょ、私くらいにもなると初対面の動物とだって分かり合えるんですよ。ある意味外国語よりも動物語の方が簡単に思えちゃいますね。ん？もっと食べたいの？あー、でももうダメだよ。栄養の取りすぎは逆に良くないからね。また今度おいで。こんな感じで飼育している動物だけじゃなくて、野良猫とか鳥とかよく寄ってくるんですよ。自分じゃ特に意識していないんですけど、私には親しみやすい何かがあるのかもしれませんね。ちなみに虎のシャルロットちゃんもあんたのところによく寄ってくるのか。ええ、シャルロットちゃんは遊びたい盛りなので、いつも私のところへ来ますよ。檻を越えてもか。いやいや、さすがに外には出しません。好奇心が旺盛なので、外に出したら興奮させちゃいますから、あくまで檻の中だけですね。もうだから今日はもうご飯はあげられないの。また今度って言ってるでしょ。やー、シャルロッタちゃんが檻の外に。シャルロッタちゃん、頼むから中に戻って。おい、相変わらず全然分かり合えてねえじゃねえか。あいつめちゃくちゃ機嫌悪そうだぞ。春日さん、お願いします。なんとかシャルロットちゃんを俺に戻してください。なんでまた俺なんだよ。虎なんて無理に決まってんだろ。それにあんた動物語簡単とか言ってたよな。ならそれでさっさと説得しろよ。んなことできるわけないでしょう。そもそも同じ人間たちだって言語の壁で悩んでるのに、種族を超えて意思疎通できたらそらもう神ですよ。こいつ自分でも何を言ってるか分かってないんだろうな。やはりこうなったら力でねじ伏せるしかありません。お礼はしますから、お願いします。シャルロットちゃんは足も速いので、このまま逃げ出してしまったらもっと危険です。そうは言っても。結局俺がやるしかねえのか。手加減しねえぜ。さーて、くらえ。触れてこいよ。ごめんな。よし、いざ。よっしゃ、よっしゃ、行くぞ。うっ！
とどめだ。おら、ありゃ、おい、来た。とっておき、見てみろ。私の番だ。苦しみがいい。俺の番だな。やんのか。ほら。やっと。私が相手で。どうするかね。なめんなよ。いや、邪魔。くらえ！プレゼントだ。今来いよ。よし、行くぞ。やだや。私の番ですね。せーらー！やんのか。苦しむがいい。やってやるぞ。よっ！おい、来た。やってみろ。してみろ。見てろよ。2回目に合わせますよ。よろしくな。くらえ！プレゼント。逃げるなら今のうちだ。俺の番だな。とっておきだ。さっさと俺にも。すごい、シャルロットちゃん結構。いや、でもたく大丈夫ですよ。それなら、それよりカスカさん、もう少し。いや、今日はちょっと。そうですか。一応聞くが。あ、それ。そうか。じゃあ俺は。はい。やれやれ、今度は違う動物でしょ。